こんにちは、ゆうきです。ということでね、えー、ちょっと声の方が若干おかしいんですが、えー、今回マリオメーカーの方をですね、えー、ちょっと実況とかっていうことで、まあちょっと、まあ、ステージの紹介ということで紹介させていただきます。えー、このステージですね、えーまあ、コース ID が まあ中央付近にありますので、ぜひこちらの方をね、見ていただければと思うんですけども、えこれ、出して、まあ2日くらいになるんですけども、いまだ誰一人成功してません。31人、おそらくチャレンジしたのかなとは思うんですけども、えクリアした方っていうのは、未だいません。で、これ私もですね、あの、何回か、あの、クリアチェックの方をやっておりまして、結構かなり難しいステージだったっていうのを記憶しております。 ということで、今ちょっと実際にね、えー、少しプレイの方させていただきたいと思うんですけども、まあ、一回ね、えー、死んだらそこで終了ということにしていきたいなと思います。はい、まあ、一回死んじゃったんですよね、ここでね。ここで死んだっていうのはちょっと不本意なんで、ちょっとすいません。もう一回、ね、えー、やっていきたいなと思うんですけども、 はい。まあ、見ての通り、タイトル通りなんですけど、下から溶岩がせり上がってくるステージなんですね。まあ、ここで、そして途中にあるこのバーナー、ここがね、非常に厄介なのかなと、個人的には思います。そして、ここのバネですね。はい。えー、このバネを使って、序盤はこう、突き進んでいくことに、 なりますね。で、ここでね、使えなくなりますと、はい、この通り死亡するというね。この、序盤のこのステージの中では、ここがおそらく、えー、個人的には、えー、ちょっと災難感になるのかなとは思います。まあ、難しいです。えー、自分でも1回でクリアするってことは多分無理かなということで、ノーミスでクリアするっていうのはね、おそらく、えー、これね、シナの技、えー、かりでクリアするっていうのは今のところ誰一人としていませんでした。 ここまで、えー、まあ、プレイして,してくださった方々、まあ、ここに乗っかっているのは3人ということなんですけども、おそらくこれ何回か、えー、挑戦したということなんでしょうね。まあ、おそらくそれで31回ということなんですけども、まあ、 なんでしょうかねこのメダルのところを見ていただけたらわかるんですけども、結構プレイされてる方、まあ、ジョイの方だと思います。このジョイの方があプレイされてもなお、このクリア者は誰も、誰一人としていないということで、えー、まあ、ぜひよろしければ、まあ、やっていただけたらなと思います。まあ、も、このし、もしですね、おそらく、この、なんでしょうかね、動画が上がっている時には、えー、クリア者がすでに、まあ、いらっしゃる方も、えー、いると思います。ということで、ぜひ皆様、こちらのね、えー えと、あの、コースをプレイしていただければなと思います。そして単純になんですけども、こちらもですね、実はクリア者が誰一人先生いないステージなんですね。これも私が作ったステージなんですけどね。えー、はい。えー、毒沼と花ちゃん。ということで、花ちゃんを初めて使ったコースになるわけですけども、ステージの全体像ですね。 えまずここで2回やられてますね。で、このバツ印とこの失敗した先ほどの数字っていうのはね、えー、対比になってないので、まあ、ここでまず2回なくなってるということで、えー、まあ、ここで苦労されてるのかな。で、あの、上貫通しないようにこうなるべくしてるんですね。ここから上にここ行けるってことはね、えー、仕掛け上ないんですよね。そして、まあ、次のエリアに行きますと、 えー、ここも難関です。ここね、えー、クレを使って上がっていくんですけど、まあ最初ね、ここで休む方っていうのはいるかもしれませんけども、えー、この上に波線がある通り、毒沼が上にせり上がっていきます。そしてここに休もうとすると、えー、死にます。 え、なので休むとすると、ここまで来るしかないんですね。そして、ここから一回下っていきますね。で、まあ、ボーナスとして10個ありますけど、時間的にちょうどギリギリになるように設定してますので、えー、まあ、取る自信がある方だけは取っていただければなと思います。そして、後半戦なんですけども、ここからですね、えー、さらに、え、難易度が増していきます。この下にある10枚コインね、 えー、取っていただいても構わないんですけども、この波線のところまで毒沼が上がっていきます。そしてカロンの甲羅を使って、この下をね、くぐっていったり上がっていったりっていうのを繰り返していくと。なので、こっから先ですね、えー、一回でもですね、ダメージを食らって、カロンの甲羅がなくなってしまうと、その先、えー、甲羅が一切ないので、えー、こっから先は、えー、一度のミスも許されないということでね。まあ、非常に難しいステージです。 で、まあ、アイテムの方も、えー、ステージ上3箇所しかなくてですね、えー、こことですけども、ここ1箇所、そしてここにもう1箇所ありますね。で、ここに最後の、まあ、アイテム、まあ、キノコが埋め込まれております。 まあ、なので、3箇所しか、まあ、パワーアップアイテムはもらえませんので、まあ、あってもなくても、まあ、どっちにしろ、花ちゃんは倒せませんし、ただ、当たってもね、えー、一つ大丈夫なような形に、ただ、なってるだけです。で、後輩子はね、別にキノコがあってもなくても、一回ダメージを受けてしまえば、ほぼ終了なね、えー、ステージですので、まあ、あってもなくてもって感じでは、あるのかなと思います。 えー、ということで本日のご視聴ありがとうございました。